こんばんは、DD 猫ちゃんです。にゃりん。今夜も DD キティ TV の時間です。今夜はね、タロットカードやります。ここ数週間ですね、双子座さんの縛りで、DD キティ TV の登録者様限定ということで、さらに絞りまして、タロット占いをやっております。だいたいどうでしょうね。DD の今のここ数週間の動きを見ていると、まあ、50人前後の方が見ていただいているので、かなりこの絞った形、まあその50人の中でね、仮に登録者が30人ぐらいでしたら、さらにこの絞った形で、占いが成立してると思いますので、かなり当たりやすい状況にはなってると思います。ただ皆さん申し訳ないんですけど、双子座の皆さんではなかったり、登録者様でなかった場合、全く関係ない動画となってしまうことをご了承ください。さあ、やりましょうか。さあ、カードが出揃えました。いきますか。月曜日。いやー、また月曜日から恐ろしいカードが出てきましたね。ソードの6、逆意地、逃げ切れない行き詰まり感と。最近ですね、正位置が結構出てましたけれども、今回は逆位置と、月曜日から行き詰まるというようなことでしょうか。安全方向に進めない、行き詰まり感を味わうというようなことですよね。せっかくの救助者に手を取り合って進もうとしても思うようにいかずもがくことになりますよという月曜日。ああ、そうか、行き詰まる。行き詰まるぐらいならどうでしょう。もうそれが分かっているのだから、もうがむしゃらにやって、その行き詰まり感を突破するっていうのも一つの手かもしれませんね。仕事をやる上で。なんとなく仕事をしていたら、まあ行き詰まったなーっていうような感じになってしまうとは思うんです。分かっているからこそ手が打てるというようなこともあるんでしょうか。まあどちらにしてもね、月曜日からまた苦しいですよね。DD の最近の月曜日、DD の占いの最近の月曜日、厳しい状況は続いておりますね。だからこそ、1週間がハッピーになる可能性はあるということは、まあ、間違いないですよね。さあ、火曜日。ここに来てまたとんでもないことが出ましたね。ソードの10。物事が悪い形で終了しますよというカード出ました。まあ明らかにね、いいカードではないっていうのはパッと見わかりますよね。まあ一人の男性のところに10本の剣が刺さりまくってると。で、男性はもうこれは明らかに死んでいますでしょう。そんな中ですね、まあ遠いところの、絵柄ですね、山を見ると明るく染まり始めているような感じで、まあ新たな一日を暗示しているというようなカードでもあるんですけれども、まあこのカードがまあ、出た場合、まあ自分の望まない形で物事が終了しますが、それがなんか苦痛だったり、苦痛だった状態や中途半端だった状態に、ようやく終止符が打たれますよと。どうなんですかね。火曜日、まあとりあえず仕事としては一段落つくけれども、自分の思ったような形では終わりませんでしたというようなことになるんでしょうか。月火とこんなような流れですか。まあでも区切りとしては区切りにはなるっていうことなのかな。まあ DD がね、このポジティブに考えれば、まあ、そんなことになるんだったら違う方向にちょっとでも変えてみようじゃないかというようなね、意思が働いたりはするんですよね、正直。まあこれをね、このカードを、まあ、受け入れるもよし、あがくもよしっていうことでしょうかね。月火と厳しいよな。まあ、どちらにしても、物事が、終わるは終わるということですよね。さあ、水曜日。ソードの5、残忍な手段での勝利。まあ、力ずくで勝利を収めた男性が、北総へ見ながら剣を集めている。手前にいる男性にスポットが当たり、残忍な手段を使って勝利を収めることができますよと。ただし、力ずくでの勝利ですから、決して永続性のある勝利ではないと。まあ、目先の欲から、利己的な勝利に走って人を傷つけることを、このカードは警告していますと。まあでもね、流れ的にね、月カードね、いいカードではないので、確かにここでね、残忍な手段、力ずくな手段で勝利をもぎ取りたいっていう気持ちは起こるんでしょうね。ただ、永続的ではないので、目先の勝利に走っても、まあ長い仕事人生の中を考えると、ちょっと待ってくださいよ。ここら辺ででも長い人生の中のね、スポット的なね、どうなんでしょう。まあ、残忍な手段を使ってでもね、勝利はしときたいような流れですよね。ここ1週間の流れを見てると。まあ、ここはね、まあ、DD もいいんじゃないですか。勝利は勝利ですんでね。また後から考えましょうよ、これね。本当の勝利っていうのはまた考えて、まあ、さすがに心当たりでね、一回ちょっと勝利をね、味わいたいですよね。ここ数週間の流れを見てると。これはこれで受け入れてもいいようなな気がしますね。皆さんどうですか？あえて慎重にやってね、勝利を収めるっていうのもいいのかもしれないし、勝利を手放すっていうのもね、一つの手段なのかな。さあ、木曜日。まあ、流れ的にはあまり良くないですよね。で、ここでソードの9と、激しい精神的な雲と流れてますね。ここでね、まあ、後味の悪い勝利をしましたのでね、ここで急激に激しい精神的な苦悩が、来ますよと。かなりネガティブなカードで、このカードは、精神的な苦悩のみを示していると。まあ、確かに悩んでらっしゃいますよね。そうするとですね、ここでの勝利はやっぱりね、さっきはね、DD はね、個人的な話では、ここでまあ勝利したっていいじゃないかと思ったけれども、結局そのカードが出ちゃってますよね。後味が悪い、激しい精神的な苦悩に陥るので、ここら辺はやっぱりちょっと気を引き締めないといけないってことかな。もう悪い悪手は取らない方がいいのかもしれませんね。とは言ってもですね、この月からこんなような形ですので、悪い形で終了する。でも勝利は奪いたい。でも悩んでしまうと。だいたい月曜日から行き詰まってしまうんですからね。こら、とんでもない一週間だな。どういうふうにこれ、逃げ回りますか皆さん。逃げ回るというか、どういう形でいい方向に進ませていきますかね。だってまず月曜日からですね、行き詰まってしまうんですよ。で、最終的にはですね、激しい精神的な苦悩が待ってると。まあ、この流れは辛いな。さあ、金曜日。ここでペンタクルの7、金貨の7出ました。物事の成長を見守ると、自分が手間暇かけて育てた作物を、農夫が、神妙な面持ちで見つめていると。一見浮かない顔をしているのは、予想よりも収穫の時期が遅れているから、まあ、それでも農夫は自分の宝物としてこの作物の成長を見守っているというカード。まあ、ペンタクルの7は、物事がゆっくり成長していくという意味を持っている。まあ、その速度は決して速くないですよと。一見ね、何も変わっていないんじゃないかと、落胆することもあるほどスピード感が遅い、ないということですね。ですが、着実に進歩していると。で、気がつけば、収穫時期を迎えているというようなカードになると。なので、まあ、決して焦らずに静かに休息してればいいんですよという、まあ、いいカードがここに来て出てます。ソードがね、パン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 と出てますので、思考であったり試練っていう意味がありますので、大きい1週間の流れから見たときに、まあ、月火水木、この1週間、短いスパンで考えたときに、試練の週ではあるということですよね。ただ、物事としては、のんびり、成功に向かってますので、焦らずに、まあ、静かに休息しましょうよと。まあ、腐らず行きましょうよっていうことが金曜日出てますね。なんだかいい一週間っていうのはないのかな。また来週厳しいのか。まあ、確かにね、状況的にね、DD も、まあ、確かにこんなような状況に、なるような気がしますよね。ここ数週間の流れを見ていると。ただ分かっていれば手も打ちようもありますよっていうことぐらいでしょうか。DD がね、慰めの言葉を言えるとするならば。さあ、土曜日、週末行きますか。ワンドの6の逆位置、敗北から来る劣等感というカード。ただ負けるのではなくて、強い劣等感を味わうという暗示。人々の前に出ることも苦痛になるほどの、劣等感ですというようなカードですかね。まあ、ただ、土曜日は DD お休み。まあ、皆さんもね、お休みの方が多いと思いますので、この敗北は何を意味するのかな。休みとして見たときに、まあ、家でじっとしていきましょうかっていうようなことぐらいでしょうかね。まあ、人々の前に出るのが苦痛なら、土曜日はゆっくり家で休んでもいいかもしれませんね。まあ、ただ、成功は、まあ、少し目に見えないぐらいの成功は進んでますので、まあ、安心して休みましょうよっていう流れでしょうか。外にね、ショッピングに行くというようなこともしない方がいいのかもしれませんね。週末はゆっくり家で英気を貯めるというような土曜日ということでどうでしょうかね。さあ、日曜日。これはね、また来週につながっていくんじゃないかなというカードでもあると思います。ドン。カップの8で正位置で古いものを捨て去ると。希望を失った男性が8個並んだ聖杯から背を向けて去っていく姿が描かれています。古いものを捨て去りますよというカード。長いこと重ねてきた努力や重要だと思っていた物事が無駄なものに思えて放棄したり、まあ、これ以上続けても成長しないと断念したりもすると。全く新しい世界に飛び立つため、今まで抱えてたことを一気に捨て去るという場合もあると。まあ、精神的な話、まあ、実際の話ではなく、精神的な話で言えば、翌週につなげるね、場合、全く新しい発想で、新しいスタイルで進めていくのもいいのかもしれませんよね。まあ確かに古い自分ですよ、ここまでね。まあ成功はとりあえずしますので、ただのんびりね、のんびり、待ってる皆さんじゃないですよね。DD でもないですよね。こんな目に見えないような成功なんてね、もうこれ現状維持ですよね。そんなんじゃダメですよと、もう一気に考え方思考を変えていかないといけないっていう来週なのかな。また、脱皮して新たな形で再スタートしておかないと、もうね、2021年も半分まで来ちゃってますので、半分過ぎましたよね。ここからでね、自分の価値をちょっと高めて周りに示しておく必要もあるような気もしますね。違うぞと、一味違った私を見てくださいっていうような行動をちょっと来週取っていこうかなーっていうような感じでしょうか。さあ、キーパーソン。クイーン・オブ・ソード。剣のクイーンさん。これはね、キーパーソンですので、ちょっとあまり逆位置とかは関係なく読みたいですけれども、クールな女性がキーパーソンになってくるのかな。なんかね、DD の仕事の感じでは思い当たる人がいますね。皆さんどうですか？クールな女性、冷淡な女性、周りにいらっしゃいませんでしょうか？DD はパッと思いついたんですけれども、その方が今回はキーになる、助けになるっていうことか。なるほどな。ここらなんか月か水木あたりの助けにちょっとなってもらいたいので、相談はちょっと持ちかけようかなと思いますね。またね、全然違う人がね、キーパーソンだったらちょっとまた全然話が変わってきちゃうんですけれども、多分この人じゃないかなっていうようなことが、DD はパッと思いつきましたので、そのクイーンに、来週はちょっと助けを求めたいなっていうところでしょうか。さあ、キーアイテム。さあ、何を思い浮かべますか？ストレングス。なんか明らかにパッと見ペットっていうことなのかな。皆さんペット飼ってますかね？犬飼ったり猫飼ったりしていらっしゃる方は、そこに癒しを求めてもいいのかもしれませんね。この仕事の、この苦境をね、お犬様だったり、お猫様だったりで気持ちを落ち着かせる、させてくださいねっていうようなことでしょうか。ペットをね、飼ってない方はね、ショッピングセンターなどで実際の犬や猫を見るのもいいでしょうし、YouTube とかでね、動物の動画を見て癒されるっていうのもいいかもしれないっていうことなのかな。多分癒しが大事なんでしょうね、心の。週末は、じっとしておいた方がいいですね。もう疲れちゃってますよ、多分ね。この1週間はちょっとなるべくですね、来週につながる1週間にうまく転がしていかないといけないってことなのかな。さらに次の週、新たな自分を見せますので、その準備段階っていうことでもいいのかもしれませんね。そうやって考えると、この次の週、すぐはパーンとね、切り替わることできませんので、準備期間という意味では、こういうことが起こりながら、程度段取り、次の一手を打っておいてもいいような1週間であるような気がします。さあ、皆さんどうでしたでしょうか？厳しい1週間であることは間違いないですね、また。なかなかいい1週間にはなりませんよね。何かどこかで大きな流れの中でぐるんと回ってね、成功であったりメリットであったりというような形は、降り注ぐのは間違いないと思います。いやー、これがね、あながち合ってるから、ここ2、3週間、正直 DD もしんどい1週間を過ごし続けていますよね。で、来週も、厳しい1週間であることは間違いないと。どこかで幸せにならないと帳尻が合わないので、大きい流れで見たときは、必ずそういう幸せな期間が、降り注いでくるのは間違いないと思いますので、ここら辺はね、ちょっと頑張って、毎週頑張って気合を入れて、答えは出てるわけですから、それを、変えていこうという努力も必要ですし、受け入れていこうという考えもありだと思いますので、ただなんとなくね、過ごす1週間では DD はどうでしょう。生きている意味ないんじゃないかなと思っております。双子座の皆さん、いい1週間を送ってください。いつものようにチャンネル登録とグッドボタン、歯磨き忘れないでください。いい夢見てください。おやすみ、また来週。